令和2年度電検参集問題解説ということで、今回は問いの4から問いの6、計3問解説させていただきたいと思います。まず問いの4は磁力線に関する知識問題なんですね。で、磁力線ってあまり着目する方はいらっしゃらないと思うんですけども、今回はこの誤っているものを選びということで、磁力線の性質とかについても合わせて説明していきたいと思います。で、まず磁力線の定義なんですけども、これはある意味答えになってくるんですが、このカッコ2番にあるように、M ウェーバーの磁極から、μ 分の M 本の磁力線が出入りする。これが磁力線のある意味定義なんですね。はい。で、これ μ は等値率なんですけども。で、磁力線自体は、ここに書いてあるように、カッコ1番で磁石の N 極から出て S 極に入る。これはね、皆さん、あれねって感じで。わかると思います。で、括弧3番にあるように、磁力線の接線の向きは、その点の磁界の向きを表すということで、接線ってことですから、例えば磁力線がこのようなカーブを描いているときに、例えばこの点で言うと、はい、例えば磁力線が、はい、こういう向きだとすると、この接線方向ですね。はい、この向きが、はい、この赤い点で言う、磁界の向きということになるんですね。で、括弧4番。はい。これが、誤っている文章なんですけども、磁力線の密度は、その点の磁束密度ではなく、磁界の強さを表すんですね。で、皆さん、これ、どうでしょう？あまりイメージしてる人いないと思うんですよね。密度が磁界の強さを表す。はい。ただ、電気力線と同じというふうに考えれば、密度は、ああ、そういえば、これ、電界の強さかな、みたいな。はい、電気力線の密度が高いと、その点は電界の強さが強いと。じゃあ、それと同じなのかなっていうふうに、思い浮かべられるかなと思うんですけども。あとはね、そもそも言葉の定義として、変な話ですけど、磁束密度って、磁束の密度ですから、磁力線の密度じゃないよな、というところは、もし分かってればね、大丈夫かなとは思うんですよね。はい。で、磁力線同士は互いに反発し合い交わらない。はい。これは、なんとなく皆さんイメージできると思うんですよね。はい。で、磁力線というのは、はい、これが磁束密度ではなく磁界の強さであるように、この磁界の強さとは密接に関係があるんですね。で、磁界の強さというのは、はい。まさにね、これが関係するんですけども、その物体のですね、等値率に関係してくるんですよね。なので磁力線もその等値率に影響を受けます。で、この等値率に影響を受けないように考えたのが磁束であり磁束密度なんですね。はい。こういう考えを、この関係性を覚えていると結構いいのかなというふうに思います。なかなか着目することがないポイントなので意外と盲点だったのかなと思いますが、ただね、もしはなんとなく、どうだったかなと思っても、磁束の密度で磁力線、磁束じゃないしな、多分4番かなってやってる人は合ってるということでね、ある意味取りやすい問題かもしれません。はい。では次、問いの5番に行きたいと思います。はい。問いの5番ですね。次に示す、はい、A、B、C、D の4種類の電線があると。で、もうちょっと線引いてありますけども、この問題のポイント、いずれの電線もその長さは 1km であるということで、長さが共通なんですね。で、この4種類の電線の抵抗値をそれぞれ、RA、RB、RC、RD としたときに、この A から D の大きさを比較したと。で、大きい順として正しいものを選びなさいということなんですね。で、ローは各導体の抵抗率ということです。で、まず、抵抗のそもそもの式というのは、R イコール、ロー、S 分の L という公式で表されます。本当はね、これ A で表したりもするんですけども、ここを A にしてしまうと、ちょっと、こことね、ごちゃごちゃになってしまうんで、S で今回は面積を表しました。はい。で、先ほど申しましたように、長さが共通なんですよね。なので、今回はね、大きさの比較だけすればいいので、厳密な抵抗値まで出さなくていいんですね。なので、この S 分のロー、ここに着目します。で、しかも、この問題っていいのが、指数共通にしてくれてるんですよ。断面積は全部10のマイナス5乗だし、抵抗率は全部10のマイナス8乗なので、指数を無視してね、比較だけだったら、
計算してしまえば結構楽に求めることができます。じゃあまず A の電線見ますと、面積が9、抵抗率が 8.9 ということで、まあ9分の 8.9 でおよそ1だよね。まあこれぶっちゃけ電卓いらないですよね。およそ1でやればね。はい。で次 B。B は断面積が5、抵抗率が 2.5 ということで、5分の 2.5 で 0.5。まあ、これもパッと分かってしまいますね。で C なんかも非常にサービスと言ってもいいぐらいですね。断面積が1で1.47 だから、まあ1分の 1.47 で 1.47 でしょうと。まあ、これでもだいぶ見えてきてるわけです。で、最後 D ですけども、2分の 1.55。まあ、これね、一応計算するんであれば 0.775 ということなんですけども、まあ、これどう見てもね、1より小さいわけですね。で、かといって 0.5 よりは大きいでしょって、まあ、なんとなくわかりますから、もうこの時点でもう見えてるというところはあるんですね。はい。で、そうしますと、はい。この比率の値が一番大きいのが抵抗が大きいですから C が一番大きいよということで、まあ実はこの時点で4番だねと分かってしまうわけです。まあ一応見ていきますと、次に大きいのが A、で次に大きいのが D、次の大きいのが B ということでね、ちゃんと10番は合っているということであります。はい。真面目に値を出すのではなくて、あくまで比率、大きさの比率で見るんだよということが分かっていれば、まあ結構手抜きができる問題なんですね。まあ、もちろんね、長さもちゃんと入れて、実際の抵抗値出しても OK なんですけども、まあどちらかというと、この問題は、この S 分のローのね、比率だけで求められるよっていうところがポイントになるかなとは思います。はい、では、最後、問いの6番ですね。これも徹底的に手抜きをしていきたいと思います。はい、R1 が3オーム、R2 が6オーム、R3 が2オーム、で、電圧 V の直流電源からなる回路があると。で、それぞれの消費電力を P1、P2、P3 とするとき、大きさの大きい順としてということで、これ見ると、じゃあそれぞれの電力を求めなきゃいけないのかなって思ってしまうんですけども、まあ、ただ、いや電圧分かってないし、っていう話なんですね。まあ、ただこれ、電圧は V のまま置けば、まあ、文字式にはある意味になりますけども、電力を求めることも可能です。ですが、今回はそこまでやりません。抵抗によって発生する、まあ、消費する電力は、一つは I 次乗 R で計算できるし、電圧の場合は R 分の V 次乗で計算できます。で、まず、これ全体を直列回路として見ていきたいと思います。直列回路の場合っていうのは流れる電流の大きさが同じになります。はい。そしたら電流が同じであれば抵抗が大きいほど消費電力は大きいということになりますよね。で、R1 と直列につながっているのが R2、R3 の並列回路です。で、これ R1 が3オームで、こっちどうかなってみると、どう考えても3より小さいんですよ。なぜなら、片方が6オームですから、これ、合成抵抗が3オームになるためには、反対側も6じゃなきゃいけないんですよ。でも2ですから、明らかに小さいんですね、3よりも。ってことはもうその時点で、並列回路全体の消費電力よりも、R1 の方が消費電力大きいってなるんですよ。なので、もうこの時点で、1か2になるんですね。はい。で、今度、この R2 と R3 を比較します。この時は、はい、この並列回路で見ていくんですが、並列ということはですね、それぞれ R2、R3 にかかる電圧は等しいんですよ。電圧が等しければ、この式からわかるのは、抵抗が小さいほど消費電力は大きいってことです。ってことは、まあ、どう見たって R3 の方が抵抗小さいですから、じゃあ P3 の方が大きいよね。ということで、括弧2番が正解なんですね。わざわざそれぞれの電力を求める必要は一切ないです。これは別に手抜きというかですね、消費電力の、まあ、この本質からね、辿っていけばわかるということで、まあ、ある意味、いい意味の手抜きなんですね。なるべくですね、理論は結構時間がかけられますから、こういう、まあ、時間を短縮できる問題は、なるべく短縮して解く。このテクニックをぜひ身につけていただければなというふうに思います。まあ多分この問題できた人は多いと思うんですけども、どうでしょう。今のようななるべく短時間で解く方法を実践された方はどれぐらいいらっしゃるのかなというところですね。はい。ぜひ、今のやり方身についてない方は、来年もね、こう例えば、
今から目指すという方は身につけていただけるとありがたいかなというふうに思います。はい。もちろん、他の科目でも活用できるものですから、まあ、今年理論科目受かったけど、残念ながら他の科目がまだ取れていないという方はですね、ぜひ身につけていただければ、今後のスキルアップに非常に役立つと思いますので、頑張っていただければと思います。それでは、今回の解説はここまでとさせていただきます。次回はですね、問いの7、こちらの問題について解説をしたいと思います。日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして誠にありがとうございます。当チャンネルでは電気工事士、電検3種を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。